赤は最強にっくり霊夢です。金の心を持つ女にっくり魔理沙だぜ。金髪剣士はキッズの心にストライクにっくりヨウムだにょん。緑は飛行にっくりサナエです。うつ主カエル枕代理にっくりパチュリーよ。前回ラストに今回のテーマは再戦なんて言ってたけど、バックの画像を見るになんとなく何と再戦するのか想像つくのぜ。フェイクって可能性もありますが、今までの傾向を見てもそれはまあサムネでバレバレだにょん。そう、今回はあの猫副将に真っ昼間から再戦よ。あれ真っ暗だったしな。今回はどこに向かうのかしらね。もちろん終点関西空港まで乗っていくわよ。乗車券高いにょんね。そういえば今も J1 にいるんだっけ。乱入したぞ。またあったわね猫畜生。自分から会いに来てるにょん。昨日見たばかりだがやっぱ落ち着きないなこれ。しかも最近荒れたわねー。それに関してはこの猫畜生は何も悪くないわね。猫ちゃんのファンもあんな奴ら見たくなかったにょんよ。それについては同情しないこともないですね。それについてはただ一言、かっか、お疲れ様でした。昨日は271系に乗ったけど今日はどうするにょん。ここグリーンじゃないですか。そうよ、今回は281系のグリーンに乗車するわよ。はいここ、相変わらずの主張。確か281系のデビュー自体は約30年前だったわね。だからコンセントはありません。昨日の自由席にはあったのになんてことだにょん。あちらは令和デビューですからね。空港連絡特急という特性上いろいろオミットされてんな。緑の四つ葉でも背面テーブルはないわね。じゃちっとレストがあるわ。一応肘掛けテーブルはありますが、本当にちっこいにょん。会社的にはともかく乗客的にはガラガラなのはいいことだ。それじゃあやりますか。やっぱりビールといえばこれよこれ。うぷ主札幌ばっかだったのにどうしたのぜ。カツオのあれじゃない？でも関東圏じゃ全くその CM 見ませんよねー。おつまみもちょっと豪華だにょん。コンビニ以外だと京都駅ちょっとお高めのものしかないのよね。観光客からガッポガッポ巻き上げなきゃな。しかし頭に来るのはこれだけ空いているのにわざわざ人の前に座席指定してくる連中ね。お客がそうしてるのか券売機のルーチンがそうなのかはわからないけどね。今は誰もいないけどこの後ウプ主の前に日本語を喋らない集団が陣取ってたのぜ。前方はすっかすかでしたね。自由席は5号車、6号車、7号車です。車内は全車禁煙となっております。お手洗いは1号車、3号車、4号車、7号車、8号車にございます。発車したにょんね。まずは3人本線を走行するわね。ご乗車ありがとうございます。関空特急はるか21号関西空港行きです。止まります駅と到着時刻もご案内をいたします。新大阪11時27分、大阪11時32分、天王寺11時45分、終点関西空港12時20分、関西空港12時20分の到着です。自由席は中ほど5号車、6号車、7号車です。6号車と7号車の間、通り抜けができませんので、ご注意ください。車内販売、ワゴンサービス、自動販売機はございませんので、あらかじめご了承ください。お手洗いは1号車、3号車、4号車と7号車、8号車にあります。車内は全車禁煙です。おタバコはご遠慮ください。次は新大阪。新大阪です。京都貨物駅構内からは貨物線を走行するわよ。そういやさっき新快速にもあっさり抜かれてったにょん。桂川ですね。昨日ぬーちゃんの楽園なんて言ってたぞ。他にも銀河流れ星銀の集団もいたりいなかったりするんじゃない？
その先で貨物船は京都線の福福線をまたいでいくわ。一番左側に躍り出るにょんね。岡田屋の玄関口桂川駅だな。貨物船からの眺めもいつもと違って新鮮ですね。そして日本中のどこにでも現れる岡田屋。向こう町駅構内で下り列車線に入るわよ。着いた総合車両所京都支所に差し掛かったにょん。昨日と違って昼間だから何がいるか確認できるな。ここまではいつものメンツって感じよね。機関車が短期でポツンといるのも趣あるにょんね。あの223系阪和線カラーですよね。姫野から2500番台が8編成向こう町に転属してるわよ。湖西線や山陰本線で活躍しているわ。奥に抹茶色も見えたにょん。一番奥には銀座もいるわね。かぶっちまった。個人的には銀座と言われるとやはり青い客車なのよね。取り組み自体はありがたいんじゃないですか。乗れもしないからありがたいとか以前の問題ね。さすが瀬戸内海並みの心の広さだにょん。微妙だ。ビール作ってないでもっとウイスキー作りなさいよ。正直ビールは札幌とキリンに丸 F でこと足りるのよね。一つだけ会社名じゃなくて商品名なんですね。山崎だ。通過中に大阪府に入るのぜ。不境を示す茶色い看板があったわね。裏だったけど。今や大してうまくもない12年ですらお大臣の嗜好品にょんね。輸入スコッチ飲んだ方が幸せよ、マジで。月も当たり前のように通過しますね。昨日も言ったけど停車するはるかもいるからね。サンスターの工場があるのぜ。そしてその隣は例のチョコレートなのよね。なんか盛大な皮肉に見えるにょん。チョコレートをいただいた後は歯磨きを忘れずにしましょうねってことで。いつもの茨城ね。そしてここがある意味ターニングポイント。茨城の先でまた福福線をまたいでいくわ。今度は梅田貨物船上を走行するのぜ。わざわざ映さなくていいわよ。相変わらず擦りますね。岸出駅の先で普通列車を捕まえたにょん。特急の速さを見せつけてもらいたいものね。ぐんぐん抜かすぜ。なんだか速度が変わらない気がしますよ。なんという屈辱。まあそうは言っても向こうは吹田に停車するから勝手に落ちていくでしょう。もう吹田だから結局この通りなのぜ。このまま梅田貨物船を爆走してさっさと大阪に向かうわよ。案内とほぼ同時に上等貨物船が分岐していくわ。あの先で大阪東線と合流していますね。あれがその大阪東線にょんね。動画公開時にはもう今年だけどここを2月末までまほろばが通るんだっけ。大阪東線と大和路線経由で大阪から奈良を結ぶ臨時特急か。今度のダイヤ改正ではこのルートではなくてかつてのまほろばルートで通勤特急楽々大和が誕生しますね。奈良から天王寺まで関西本線でその後は環状線と梅田貨物線を経由して新大阪まで向かうわね。そうこう言ってたらもう神崎側なのぜ。新大阪です。出口が左側です。新幹線、大阪東線、JR 神戸線、地下鉄線はお乗り換えです。まずは新大阪ですね。昨日はここで降りたからこの先楽しみだにょん。ルート自体は去年黒潮で通ったわね。新快速に抜かされながら淀川を渡っているわよ。こっちは川渡ったら右に大きくカーブするからしゃあないな。十勝
直後に東海道本線と分岐して梅田貨物線は大阪駅地下ホームを目指すわね。各地上線だった区間とお別れして地下に向かうわね。潜ってくにゃん。大阪です。お出口は右側です。 JR 各線、阪神線、阪急線、地下鉄線がお乗り換えです。大阪駅地下ホーム21番乗り場に到着しました。さっき言ってた黒潮以来ね。ようやく地上に戻ってきたにゃん。隣の高架は大阪環状線ですね。梅田貨物線は福島駅あたりで環状線のさらに外側に入れるぞ。今福島駅の入り口が見えたわね。西九条まではこのまま環状線の外側を走行していくわね。はるかは西九条手前で環状線の内回りに転線するわ。言われてみればいつの間にか一番左側に来てるにゃん。西九条の4番乗り場を通過しますね。真ん中の2番3番乗り場はユニバーサルシティへの出国ゲートなので。旧淀川の最下流阿字川を渡ってこの花区から港区に移動するわ。アウェイなのにアウェイじゃなかった京セラドームの横を通っていくわ。敵地で日本一を決めたのにそんな感じじゃなかったわね。大勢の仲間が押し寄せたからな。うぷ主さんはとりあえずふさふささんに謝るにょん。そちらの方が大概失礼ですよ。ありがとうございました。天王寺です。お出口が右側です。関空紀州寺快速着きました。同じホーム15番乗り場、王子奈良方面16番乗り場、大阪環状線、近鉄線、地下鉄線はお乗り換えです。南海の高架と交差すれば新今宮よ。アイリンにお越しの際はここが無難かしらね。無難って？南海高野線の萩野茶屋や阪海線の今池が一番近いけど、そこはあまりにもアイリンのど真ん中なのよね。昼間ならそこまで恐れることはないけどな。昼間はなんですね。南海天王寺支線の夢の跡を眺めつつ、はるかは天王寺駅に入線するわね。南海の駅の跡地には天王寺妙がおったってるぞ。環状線とお別れだにょん。不動28号の下の高架が阪和線ですね。大和支線から分岐して阪和線との連絡線を通って阪和線に合流するのぜ。合流後しばらく上り線を走行するわ。大和支線とオーバークロスしますね。しかしインバウンドどもはどうしてガラガラなのに人のそばに陣取るのか。今までの体験だと中間系より欧米系の方が声がでかいのよね。偏見に見えるがこれだけ列車に乗って体験した経験によるものだしな。そう言ってる間に下り線に転線したにょん。関西本線と交差後に上り連絡線が分岐するあたりね。なんかにまたがれてったにょん。近鉄南大阪線ね。以前青本全席種も一日で乗り通したし、あとは何やろうかしらね。ヤンマースタジアム長居が見えたら最寄りの鶴ヶ丘なのぜ。駅の近くには淀港桜スタジアムこと長居球技場もありますよ。そんなわけだから各スタジアムにお越しの際は長居で下車しないようにね。まあ今更だけどな。まあなんという汚さなのでしょう。これは檻もへったくれもないわね。本当に大和川ちゃんを駆逐ちゃい。ポリデントでも効き目ありませんよ。当たり前ですが、はるかは大阪市から逃げるように堺市に入るのぜ。かつては堺市の中心駅だった堺市をスルー。特急は停車しませんが、北や京都方面に出かけるには JR の方が今でも便利ではありますね。
南海じゃ現状ではどうあがいても南までだしな。吹田総合車両所大鳥派出所ですね。かつては大鳥電車区だったわね。わかっちゃいるが似たような車両がぞろぞろお休みしてるのぜ。大人の社交場周辺を軽やかに。岐阜みたいにむき出しじゃないし、建物も旅館みたいなものだからまあ。岐阜の南口は触れるなにょん。まったくもう。そんなわけでここは篠田山なのぜ。一部の特急が停車する泉府中もこの通りね。へえ、そういえばさ、この春かって天王寺を出たら次はどこに泊まるの？あらあらにょんちゃん何を言っているのかな。これ関西空港までノンストップですよ。黒潮が全停車する日根野も通過してったな。今から関西空港線に転線するわよ。ほえ、阪和線その他の車両を牛耳る日根野市を見下ろしながら進路を西に取るわ。しかし空港から天王寺までノンストップなら南が目的地ならラピートといい勝負かもですね。停車駅の少ないアルファともため晴れるわね。アルファ自体本数少ないしね。ただ天王寺と難波の違いはあるけど料金的にはラピートの方が有利ね。はるかは自由席で1840円だがラピートはスーパーシートでも1700円だな。リンクータウンも通過だね。ここまでは内側の2線が JR で外側の2線が南海だったけど、ここから先はただの伏線になって両者が共用するわよ。外側の南海空港線と合流しましたね。大阪湾上にいるな。リンクータウンから関西空港までの線路は JR のものでも南海のものでもありませんね。その両者は第二私鉄道事業者で線路を保有しているのは第三私鉄道事業者の新関西空港よ。この橋は関西国際空港連絡橋といって線路の上部には国道481号が走っているわ。またライフラインもこの橋が一手になってるぞ。在来線の橋としては最長ですね。じゃあ新幹線にはもっと長い橋があるみょんか。東北新幹線の第一北上川橋梁ね。終点関西空港、関西空港です。お出口は右側です。エスカレーターは1号車と5号車付近に、エレベーターは3号車付近にあります。どうぞご利用ください。本日は特急はるか号をご利用くださいましてありがとうございました。車内に落とし物やお忘れ物がないようお手回り品、また棚の上などをよくご確認の上お降りください。特急はるか号をご利用くださいましてありがとうございました。この先もお気をつけていってらっしゃいませ。この先ってまさか飛行機で高飛びするにょんか。そんなわけないでしょ。となると次回はまああれか。素直に考えればあれなんですけどね。一番つまらないのは空港快速かしらね。大穴で遥かの281系の普通車とか。まあとりあえず黙って次回を待ってなさいな。空港に到着したからまずは降りないとね。次回はなんとかピートなのかな。おい、お疲れ様です。待て次回。